うも、ハイミューです。今回は前回に引き続きミュージカル映画についての特集です。前回は先行私からということで25作品私の好きなミュージカル映画についてご紹介させていただきました。今回は皆さんからご回答いただきました25作品のミュージカル映画を紹介していきます。それでは参りましょう。まずはアンディさんより、魔法にかけられてから、アニメの世界から現実世界に来てしまったプリンセスが歌を歌い、いろいろなお友達と仲良くなるシーンがとても素敵だからというふうにいただきました。ありがとうございました。魔法にかけられてはジゼルがね、とにかく純粋で、私はそんな純粋な時あったかしらっていう感じなんですけども、すごくこうピュアで、かつイリナ・メンゼルさん、あのエルファバとかね、あのエルサとかやられてるが出てたりとか、いろんなディズニー映画のオマージュが散りばめられてて素敵な作品です。どんな人に見てほしい作品か、ちょっと笑えるシーンもあるので疲れた人に見てほしい作品というふうにいただきました。ありがとうございます。続きまして、くまたさんよりロッキーホラーショーです。個性的なキャラクターたちやポップで気分が高揚するような名曲がたくさんあるので大好きです。見ていると不思議と愉快な気持ちになれるので何度も見たくなります。麻薬のようなドラッグ映画です。中でもティム・キャリー演じるフルター博士がとても魅力的で、彼の歌うツイードトランスベスタイトは名曲なので、ぜひそこだけでも見てほしいです。多分100回ぐらい巻き戻してみました。ちなみにヒロインのジャネットちゃんは魔法にかけられてのナリサ女王を演じてらしたスーザン・ラ・サランドンさんが演じてらっしゃいます。メゾソプラノの歌声がとても綺麗で心地いいですといただきました。ありがとうございます。ロッキーホラーショーで、ね、本当に麻薬的な映画ですよね。もう頭がグワングワンするけど、それを楽しむ映画だと思ってます。の合わない人は合わないかもしれないですけど、私は結構好きですし、この一番ね、熊田さんも好きって言ってらっしゃる曲は結構もうあげ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 って感じなのでよく聞きます。どんな方に見てほしい作品かと言いますと、着ぐるみ映画を見たい人、深夜2時ごろ何も考えずにミュージカル映画を見てハイになりたい人、まさにこんな感じ、見たことないような新しいミュージカル映画に挑戦してみたい人、そしてセクシーなミュージカル映画が見たい人、刺激を求めている人、ワンピースのイワンコフが好きな人、ワンピース私ね、ネトフリのワンピースしか見たことないんでまだイワンコフ出てきてないんですけど、イワンコフが好きな人おすすめということです。ありがとうございます。続きまして、カホさんよりリメンバーミー、何回見ても泣けます。曲がすごくテンポ感が良くて素敵だし、家族愛を主軸にしたお話で心に染みまくります。死者の国がとってもカラフルで可愛いので視覚的にも楽しめてとてもいいですといただきました。ありがとうございました。リメンバーミーね、をモンスターレストランが東京にあるので、ぜひ興味ある方は行ってみてほしいなと思うんですけど、私まだ行ったことないんですけど、リメンバーミーはね、よく皆さんは石橋さんが歌ってらっしゃるミゲルのね、うんぽころことか、いろんなリメンバーミーとかね、歌をいいなって思う方多いと思うんですけど、私が好きなのは松雪泰子さんと橋本聡さんの歌う悲しきジョローナが大好きでございます。橋本聡さんが途中で割り込んで入ってくるんですけど、そこがもう色気満載で大好きです。どんな人に見てほしい作品か、家族が好きな人には絶対刺さると思います。あとは少し日常に疲れてしまった時に最後のシーンを見るだけで元気をもらえるので、そういう時にもおすすめですといただきました。ありがとうございます。じんわりね、心温まり、そしてちょっとホロホロ涙流したい人におすすめです。そして続きまして、マル姉さんとマットンさんからララランドいただきました。頭に残り思わず口ずさんでしまう音楽も素晴らしいですし、なんといってもストーリーが大好きです。個人的には大人向けのロマンスミュージカル映画だと思っています。切ないけれど夢を追いかける2人がとても素敵です。こんな終わり方もあるよなと納得させられますし、感動できます。号泣必至なので、これから見る方はぜひバスタオルを用意してくださいといただきました。ありがとうございます。そしてマットンさんからララランドとグレイテストショーマンは音楽スタッフが一緒と出ていただきました。ありがとうございます。ララランドね、好きすぎて
何回見たのかもうわからないんですけど、ララランド、グレイテストショーマン、あとはレミゼラブル、あとヘアスプレー、ここら辺はのミュージカル好きの方は必修科目なんじゃないかなっていうぐらい皆さんね推しの作品になってくる方多いかなっていうふうに思うんですけど、ララランドはね私こういろんな夢だったりとか愛だったりとかが終わった後のこうだったかもしれない自分に思いを馳せる人にぜひ見てほしいなと思います。こうだったかもしれないっていう未来はあるかもしれませんが、いろんな選択を選んだ上で今の人生が最高だって思える、そして最後にミアとセブがって微笑んでお互い目を合わせたような、あんな気持ちに自分の人生とね向き合った時になれるといいかなというふうに思っています。どんな人におすすめか、夢を追いかける人、恋をしたことがある人にぜひ見てもらいたいおすすめですといただきました。ありがとうございます。昔付き合ってた方と 見に行くというのは非常におすすめしないというか、あの傷をえぐるような映画だなと思いました。続いてマル姉さんとマットンさんよりグレイテストショーマン、ストーリーに沿った曲の数々が素晴らしいです。物語のストーリーは至ってシンプルですが、とにかく歌がすごい。そのまま聴いてもどの曲も魅力的ですが、サーカスなどのパフォーマンスや映像と合わさるとさらに感動するものばかりです。一度聴いたら大好きになるキャッチーな曲ばかり。ちなみに音楽チームはララランドの多くの楽曲で印象的なベンジ・パセクとジャスティン・ポールです。実写版のアラジンのスピーチレスもこのお二人。ミュージカル映画って音楽が肝だと思うので、見て聴いて損はさせない映画だと思います。また登場人物たちも個性豊かなので必ず推しが見つかるはずです。私はフィリップ・アン推し、二人で歌うリライツ・ザ・スターズも最高です。ストーリーにも人生の教訓がたくさん散りばめられています。皆さんぜひご視聴ください。私も書いていて久しぶりに見たくなりましたといただきました。そしてグレイテストショーマンとララランドのスタッフが一緒というふうにこちらもご記入いただいております。どんな人に見てほしいか、落ち込んだことがあった時、元気を出したいという時に見たい作品です。フロムナウオンが染みますといただきました。ありがとうございました。グレイテストショーマンは私はですねもう4回ぐらい映画館で見に行って、最後応援上映で見てますね。で応援上映でなんかあの家族をねこう見捨てて別の女と旅立っていく主人公みたいなシーンがあるんですけど、そこで家族を顧みろって言ってるね、あの応援上映してる人がいてめっちゃ面白かったことを覚えてますし、その後の抽選会であのプレス向けのパンフが抽選で当たったことも覚えてます。グレイテストショーマンも本当に曲がいいですよね。もうフロムナウオンでもシャッフルでかかると最初聞こえなくないですか。ヒュージャックマンさんの P.T. バーナムさんの声が小さすぎて、あれこれ音止まったって思って爆音にしたら、あのフロムダウンのズンチャ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 ンからかかってたかかってた、うるさいってなるので、あのフロムダウントラップあると思ってるんですけど、私は一番好きなのはやっぱね、あの I'm not a stranger to the dark って何でしたっけ、This is me が好きな曲多いと思うんですけど、好きな人多いと思うんですけど、私も後藤浩社さん、マル姉さんと一緒かな、リライト・ザ・スターズが好きですね。つかず離れずのあの演出もすごく素敵ですよね。もうあれミュージカルで見たいなと思っちゃいます。グレイテスト・ショーマンってミュージカルならないですかね。なんかそのうちなりそうじゃないですか。期待しましょう。続きましてショコラさんより、実写版のアラジン、とにかく曲が素晴らしく元気になれるから好きです。アラジンが君なら王になれるさとジャスミンに言うところが本当に好き。スピーチレスも最高。でもこの2つとも日本語訳はちょっと残念な感じなので英語版で見てほしいです。元気が出ない時におすすめといただきました。ありがとうございます。実写版のアラジンは私ダリアっていうキャラが追加になったのがすごく良かったなと思って、あれがあることによってジーニーの等身大のジーニー、そしてジャスミンの等身大のジャスミンが分かるキャラクターかなと思っているのでダリアは大好きです。で、実写版のアラジンに関してはもう完璧としか言いようがなく、私はもう実写版をする上であれ以上ないなと思っています。で、日本語がちょっとねっていう部分があれば、まあ、英語のねいいところと日本語のいいところと、結構ね日本語の歌詞の作り方もいいなと思う部分もあったりもしますので、まあ、いいとこ取りをして見ていきましょう。アラジンは私ディズニー作品の中で一番好きですので、これもまたいつか動画にしたいですね。アラジンの実写版ご投稿あげてくださってありがとうございます。実写版のディズニーミュージカルで言ったら、まあ、美女と野獣とか、あとはシンデレラも一部ね曲があったりしますが、あとマレフィセントとか、あとリトルマーメイドも良かったですね。全部私大好きですが一番好きなのはアラジンです。
続きまして、ミラベルと魔法だらけの家、こちらもマットンさんからいただきました。ミラベルは作曲が、ミュージカルファンは知らない人はいない、リン・マニュエル・ミランダということで大好きですといただきました。こちらはですね、リン・マニュエル・ミランダさんに関しては前回のね動画でもご紹介しましたが、ハミルトンだったりとか、あとはイン・ザ・ハイツだったりとか、いろんなところに関わってらっしゃいますが、もうとにかく音楽が最高。ミラベルに関しては、まあ、特別な人も普通の人も根は一緒だし、特別な人も特別なようで、意外とそれをプレッシャーに感じて本当は普通の部分を見てほしいって思ってたりもする。普通の人に関しても何か特別なことって実はある、それに気づいていないだけっていうこともありますので、そういったところに気づかせてくれるすごく素敵な映画だなというふうに思います。私が好きなのは一番最初の曲、引き出しとはレッツゴー、家族の年齢さまざまって、あの曲がめちゃくちゃ好きです。どんな方に見てほしい映画か、ミュージカル好きなリオタ、ディズニー好きさんに見てほしいです。楽しいだけじゃなく心が温まりますというふうにいただきました。ありがとうございます。続きまして、同じくマットンさんよりウィッシュいただきました。ウィッシュは最近のお気に入りで、音楽を暇さえあれば聴いています。早く DVD 化もしくは配信してほしいですといただきました。ウィッシュ私まだね見れてないんですよ。ウィッシュでもあれが好きですよ、あのいろんな、あの浜田めぐみさんとか、いろんな過去のディズニーソング歌ってらっしゃった方が集まってる、なんかみんなスターみたいな、あの曲は元気が出るなと思って聞いていました。こちらもディズニー好きの方に見てほしい作品というふうにいただいてます。ありがとうございます。続きまして、真っ赤な絵画さん、そして春さんからいただきました作品、バーレスクです。いやーバーレスク好き、とにかく曲がいい、ミュージカル化も決まっている神作です、ストーリー展開もとっても素敵ですということと、とってもパワフルな曲と歌声でテンションが上がります。どの曲も本当にいいのですが、特にスルーラバーが鳥肌が立ちます。明るい話なので構えずに見ることができるところもポイントです。あマジで己の力で成り上がっていやんよみたいな感じのベースのね作品だと思いますが、パワーがね本当にすごいですよね。でミュージカル化が決まっているっていうのが、私多分ムーランルージュに対抗できるミュージカルってこうバーレスクになってくるんじゃないかなと思って、ストーリーは割とこう簡潔というかシンプルだけれども、やっぱ歌の力でこうお客さんをね刺激していくっていうところがムーランルージュとちょっと共通するような作品かなっていうふうに思います。バーレスクは夢を持っている人、クレイジーフォーユーが好きな方、ミュージカル好きなあなたに、ミュージカル特有のセリフが歌になっているわけではなく曲が曲としてあるタイプなので、最後に見たの結構前なので違ったらすいませんと来てますが、でもそう思います。ミュージカルに抵抗がある人でも見やすい作品だと思います。お話も分かりやすいのでミュージカル初心者におすすめしたいですといただきました。ありがとうございました。確かに結構あの歌を歌いますっていう感じで歌うので、なんかこう話の、ね、流れで歌が始まるっていうわけではないので、ミュージカル初心者の方にはすごく見やすい作品かなと思います。ありがとうございます。続きまして、ムーンさんよりカラーパープル、今の時代が環境に恵まれていること、それに感謝し今日も頑張らなくてはと思えるところが好きですといただきました。新しい作品から来たの結構嬉しいんですけど、頑張っている女性たちに見てほしい作品ですといただきました。ありがとうございます。こちらね、カラーパープルはやっぱ白人黒人の差別ってよくこう映画で描かれること多いと思うんですけど、当時黒人の中でも男女差別があった、女性が虐げられていたっていう事実に気づかさせてくれる、そしてその女性たちがどうありたいかを結構腹の底から歌い上げてくれる最高な楽曲が多いです。ちょっと映画としては長いかなと個人的には思いましたが、好きな曲ね何個もありまして、私の Spotify のプレイリストにも入れてますので、ぜひぜひカラーパープルサントラから聴いてみてもいいかもしれません。ご投稿ありがとうございます。続きまして、ミーナさんよりグリースいただきました。どこが好きか、ラストのどんでん返しと衣装の可愛さが好きといただきました。どんな人に見てほしい作品か、ザ青春なので中高年の方に見ていただきたいですといただきました。ありがとうございます。グリースはね、私曲がいいなと思っていて、一番最初のなんかその夏に会ったあの子どんな子だったのみたいな、てん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 っていう感じのちょっとやっぱ古い作品なんですけど、その古いのの良さがねこう曲に詰まってるなって思う作品でして、最後の曲もてててーてん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 って、その不良グループに
清楚な女の子が溶け込む最後のノリノリなアップテンポのみんなハッピーみたいな曲があるんですけど、私はそれが大好きです。ありがとうございます。続きましてエリさんよりオペラ座の怪人いただきました。もういつでもどこでもこういうねご投稿の中に入ってくる素敵な作品、オペラ座の怪人。怪人が愛おしすぎる点と、やはり映画なだけあってオペラ座の舞台の奥行きや豪華さがすごく強調されている点。もちろん舞台版も素晴らしいですが、映画だからこそ可能になる空間の使い方だなと思います。最後の最後、ラウルがクリスティーヌのお墓参りに来たら怪人の気配がしたという終わり方も好きですといただきました。ある程度経験を積んだ大人なら誰でも楽しめると思いますが、強いて言うならレミゼやミスサイゴンが好きな方とかは作風的に合うんじゃないかなということで、そういう方に見てほしい作品というふうに投稿いただいてます。ありがとうございます。いいですねこのフレーズ。奥行きっていう言葉に私今ときめきましたが、やっぱりミュージカルって舞台なのである程度ねこう決まった空間で演じられる中で、ミュージカルから映画になったものに関しては奥行き、広がり、背景っていうところがより深く見ることができると思いますので、ミュージカルから映画になったものはその深さ、奥行き、物理的な奥行きもそうですか、話の深さをね楽しむこともできると思いますので、ベラザの怪人ミュージカル見たことあるしっていう人はぜひ映画も見てみてください。もう地下とかすっごい広いんで。続きまして、ナイトメアビフォークリスマス、ハルコさんからいただきました。印象に残る音楽とキャラクターが癖強めだけど憎めないところ。音声英語版は作品のイメージそのままでもちろんいいけど、市村さんの吹き替えもジャックのイメージにぴったりで最高ですといただきました。ありがとうございます。悪役もねブギー小林アトムさん、劇団四季のドライオンキングの初代プンバでありアニメ版の初代プンバの方が悪役をね色気ムンムンでやっていただいてますので、そこもおすすめですよ。はい、どんな方におすすめかと言いますと、ホーンテッドマンションのクリスマスバージョンは知ってるけど映画は見てないという方に、そうなんですよ、もったいないと思いますよ。なんか知ってる知ってる、このなんか骸骨っていうのもったいないと思うんで見てみてください。本当市村正親さんのジャックが初めてクリスマスタウンに行った時の何これっていうこのっていうワクワクとかが全部市村さんの歌の周りに沿っているその吐息にワクワクだったりこう落胆だったりいろいろの感情が伝わってくるので、本当吹き替え版おすすめでございます。ぜひディズニープラス。続きまして、黒よりの黒さん、ウエストサイドストーリーいただきました。新しい方ですね。舞台版としても有名なこの作品ですが、スピルバーグ監督の映画版は舞台とは別種の迫力を感じます。映像美と色彩美がすごいです。ウエストサイドストーリーのナンバーは有名なものばかりなのでぜひ見ていただきたいです。ミュージカルが気になっている全ての人に見ていただきたい作品というふうにいただきました。ありがとうございます。ウエストサイドストーリーで私ミュージカル版ももちろん拝見したことありますが、このスピルバーグ版のこの間新しく公開されたものは良すぎて2回かな映画見に行きましたが、もうほんと映像美も素晴らしいですが、曲のパワーとあと若さと儚さの描き方がすごく上手だなと思って、なんか見ててすごいしんどくなった、まあそういうねストーリーですけどしんどくなった作品でございました。とにかく私が好きなのは体育館でね踊るマンボのシーンが本当にかっこいいので、まあミュージカル版でもそうですが、やっぱこうパワーを感じるウエストサイドストーリーの音楽は大好きだなっていう風にいつも思います。ありがとうございます。続きまして、エリさんよりシカゴ。まず単純に曲がかっこよすぎる、それから強くたくましくだいぶ悪な悪な女性像がかっこよすぎる。正直道徳的にあんまり良くない話だと思いますが、どんな場所でも自分らしく生き抜いてやるという生命力を感じて元気が出ますといただきました。おっしゃる通りだと思います。ありがとうございます。仕事に家事に人によっては育児に毎日奮闘しつつもなりたい自分を諦めたくないという女性、背中を押してもらえると思いますといただきました。ありがとうございました。私はねこの投稿を見てもう一度シカゴを見たくなったんですけど、私の見てるサブスクになくてちょっとクーっていう気持ちでございます。なんでかっていうと、昔はそのね悪な女性で自己顕示欲強め自己肯定感こう高めな人を見て、いやいやいやそんな悪いことしてちゃダメですよって思ってたんですけど、なんかやっぱこう年を取ってくると、年を重ねると、その自分いろんなね人を見た時にその人の経験とそのアウトプットに私の人の魅力って決まると思うんですけど、どんなことをしていたにせよ自分を今最高な状態に高めるあの主人公のねロクシーの自分の見せ方っていうのはちょっと改めて見たいので、どうにかして思考を見ようと思っています。ありがとうございます。
続きまして、ハルさんとマットンさんよりヘアスプレー大好きいただきました。まずとにかく曲がいい。特に You Can't Stop the Beat が好き。明るく楽しい曲が多く、曲だけでも十分楽しめるのですが、黒人差別やルッキズムがテーマになっていて、実は深い作品です。深いテーマを扱っているのですが、暗く難しくならず明るい気持ちで見れるのがすごいし、好きなポイントです。元気になりたい人、容姿や体型で悩んでいる人、暗くも見れるし深くも見れるので、ウィキッドが好きな人は好きかもといただきました。そしてヘアスプレーは稲妻がな大好きですというところと、今落ち込んでいて勇気や元気が欲しい人に見てほしいですというふうにいただいてます。ありがとうございます。ヘアスプレーはね、本当にとにかく元気になる。で、舞台版と映画版、ライブ版ってありますが、私は結構ライブ版も大好きです。アリアナがね出てる、アリアナグランデさんが出てるんですけど、あのヘアスプレーに関しては一番最初のね、グッドモーニングバーチンバーのあのデンデデンは朝聞きますね。絶対私は朝聞きます。で、 You Can't Stop the Beat に関しては私筋トレの時聞いてるんですよ。筋トレの時、あのキンキーブーツのローラが最初に出てくる曲と、この You Can't Stop the Beat を聴いて、もう誰も私の流れを止められないよっていう気持ちで筋トレをしております。ヘアスプレーは本当に自分にパワーが欲しい人ね、主人公がとにかくパワー系なので、カービィして毎日を楽しくハッピーに生きていきましょう。続きまして、ハルルさんよりサウンドオブミュージックいただきました。ウエストサイドストーリーと悩みました。子供たちの可愛さ、お茶目なシスター、院長先生の素晴らしい歌声が何度見ても感動できますといただきました。ありがとうございます。私はサウンドオブミュージックは劇団四季版でも拝見してますが、もう知ってる曲祭りっていう感じだと思うんですが、特に好きなのはデレ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 のマイフェブレットシングスと、あとはソロフェウェル、あの子供たちがね順番に帰ってく歌がすごく好きです。でもこのストーリーに関してはもう本当に家族愛っていう感じだと思うのと、あとはちょっとね、若い2人の恋愛だったり、まあ、両親のね恋愛だったり、ちょっとこう大人と子供の恋愛両方見れるのも素敵なポイントかなっていうふうに思います。知っている歌もたくさん出てくるし、オーストリアの風景も素晴らしいので、ちょっと心が疲れちゃった方におすすめかな。マリアの前向きさもいいですよねといただきました。ありがとうございます。マリアね、常に前向きで、周りのシスターからちょっともうあいつはもうって言いながら、みんなマリアのことを見捨てないっていうところも、やっぱ出てくる人たちみんないい人たちが多いですよね。私の推しはマックスおじさんです。続きまして、ミユさんよりアニー。私は1982年版の映画が好きです。アニーには孤児院の仲間としてたくさんの子供が出演しています。建物全体を使い、大勢の子供たちが歌い踊るシーンは迫力があり、見ていて楽しくなります。またいつも元気なアニーが自分の本当の気持ちを伝える場面にはグッとくるものがあります。音楽も明るい曲からしっとりした曲までいろいろあるので、最後まで楽しめると思いますといただきました。ありがとうございます。アニーはね、アーサーが来ればトゥモローってあの曲がすごく有名ですが、私が好きなのは多分このミユさんを書いてくださってる、あの It's a hard knock life for us って、あのこうこんな仕事やってられるかみたいなのを、あのキッズたちが歌ってるあの歌が好きです。どんな時に見てほしい映画かと言いますと、家族愛や友情などいろいろな愛にあふれた作品だと思うので、小さなお子さんやお子さんがいる家族、友達同士で見るのもいいと思いますというふうにいただきました。まあ、心温まるし、結構あの、まあ、有名な曲があるっていうのも含めて、ミュージカルがあんまり得意じゃない人でも楽しめるのかなっていうふうに思います。ご投稿ありがとうございます。続きまして、私が見たことがない作品ですね。夏の海さんより回転木馬。メリーゴーランドとかカルーセルとかね、いろいろ呼び方がもしかしたらあるのかもしれません。嵐の日も前を向いて自分の人生を歩きなさいというメッセージがあって、それがとても自分を元気づけてくれるからですとコメントいただきました。ありがとうございます。すごくいい作品な気がする。あの一応見たことがないなりにあらすじを調べたんですけど、結構ぶっ飛んだ内容というか、メリーゴーランドで呼び込んだ女の子を好きになって、その女の子と結婚して子供を生まれた、子供を産むっていう時に焦って何とかしなきゃと思って、なぜか強盗に入ってそこで死んじゃった主人公が、あの子供が生まれた後に1日だけこもりとして、あの現世に戻ってこれるみたいなストーリーだったんですけど、合っていますでしょうか。のミュージカルっていうことですね。ミュージカル作品ということですよね。ありがとうございます。
で、どんな人に見てほしいかというと、悩んでいる人に見てほしいというふうにいただきました。ありがとうございます。こちらめちゃくちゃ気になって音楽もいろいろ調べましたが、サウンドオブミュージックと作曲者の方が一緒ということで、なんか通じるものがあるなっていうふうに感じました。ありがとうございました。続きまして、アラン・メンケンさんより1970年版のクリスマスキャロル現代スクルージといただいております。クリスマスキャロル自体が有名なお話のため、ストーリーはもちろん出てくる曲がどれも楽しいため、子供も大人も楽しめるミュージカルだと思うからです。特にスクルージと現在のクリスマスの精霊が歌う I Like Life と物語の最後を締める Thank You Very Much、 この2曲がこの映画を代表するナンバーであり、楽しい曲のためこれだけでもぜひ聴いてほしいです。個人的に自分にとっては特に思い入れのある作品で、子供の頃に父が家で見せてくれたのがこのクリスマスキャロルでした。それまでは日本語ではなく異国の言葉を話しているという理由で海外の映画が怖くて見れませんでした。でもこの映画は楽しい歌が盛りだくさんで、話も分かりやすくて、思えばそこから洋画に対して怖いという気持ちがなくなり、映画が好きになったし、思えばそこからミュージカル好きが始まっていたのかなと今は考えます。自分をミュージカルにハマらせてくれた原点と言っても過言ではない作品なので、特に思い入れがありますといただきました。ありがとうございます。どんな人に見てほしいか、クリスマスを題材にした映画ホームアローンが好きな人、ホームアローンとかっていうことですね。他のバージョンのクリスマスキャロルの映画を見たことがある人にも見てもらいたいですというふうにいただきました。ありがとうございます。ミュージカルにハマらせてくれた原点、なるほど。私はそれで言うと、ディズニー映画でミュージカルにハマった源って言ったらウィキッドになりますね。ご投稿いただきましてありがとうございます。続きまして、おもちさんよりコーダ愛の歌、笑いあり涙ありでとにかく感動します。映画館で私は号泣しました。何より主人公の歌声が本当に綺麗で心地よいです。家族がろう者ということで、音楽を違った角度から感じることができ、ハッとさせられました。どんな人に見てほしいか、音楽から力をもらいたい人、何かに迷っている人、ミュージカル好きな人全員です。静かなところで見ることをお勧めしますといただきました。ありがとうございます。私こちらまだ見たことないんですよ。ということで今から見たいと思います。ではこの後見た後の感想に飛びますので見てまいります。はい、昨日ちょっと夜泣きすぎて今朝目が腫れてるんですけど、静かな場所で見てくださいといった意味がとてもよくわかりました。もうまさかのね、あんな見せ方があるとはっていうようなミュージカル映画でございました。ミュージカルってやっぱ歌、音の力が強いと思うんですけど、それがね、聞こえない家族に主人公がどう映るかっていうところが非常に深く刺さりましたし、主人公の成長、他者との関わり方っていうのがすごく皆さんがいいと言っている理由がわかる描かれ方でございました。素敵な作品ご紹介いただきましてありがとうございました。好きな映画作品が増えました。続いては私の母からいただきました、ドリームガールズです。ドリームガールズね、最初に見た時はやっぱこう主人公がすごい華やかで素敵って思ってたんですけど、もうね、何回も見て、もうどれだけ見たか分かんないんですけど、死ぬほど見た結果、今私はエフィーが歌うあなたのことを話さない、あなたがいない人生なんてっていう歌、 And I am telling you でしたっけ、タイトルがね、ここに出しておきましょう、が深すぎて、パワーがありすぎて、切なすぎて一番大好きです。ドリームガールズ見たことない人はぜひサントラ聴いてみてください。有名な曲、本当ドリームガールズって、ね、曲が有名なので、その曲聴いても元気出ますし、ステップイントゥーザバッドサイドっていうちょっとね、かっこいいね、俺たちは今から悪になるぜみたいなかっこいい曲もあるのでおすすめです。ありがとうございます。続いては私の妹から、メリポピ2です。1じゃないんだっていう感じなんですけど、メリポピ2はですね、私吹き替えが特に好きです。平原綾香さんの演じてくださっているメリーの像が、私の思い描くちょっとメリーポピンズのね、不思議な感じとすごくマッチして、メリーポピンズがその世界に誘ってくれる感じを平原さんのね、声で私はこう感じ取ることができるので、メリーポピンズはぜひ吹き替えで見ていただくことをお勧めします。続いても私の妹から、レミゼラブルいただきました。レミゼラブル、キャストが豪華なのはもちろんですが、脇を固めるね、サマンサバークスさん、エルサとかね、やられてたり、あとはアー
ーラン・トビエツさん、いろんなのやってますよね。キャッチ・ミー・フュー・キャンとかムーラン・ルージュとか、まあ、挙げてたらキリがないですけど、とあとは初代バルジャン役の方が司教様で出てたり、非常にミュージカルファンとしても豪華な内容になってますが、有名な曲もたくさんありますし、やっぱ初めてミュージカルを見る、結構がっつりしたミュージカルを初めて見るっていう人には逆にね、ほぼ歌なので、まあ、どっぷり入っていただけるきっかけにもなるミュージカルかなっていうふうに思います。最初のね、でってん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 でもってなっていただけたらこっちのもんですねっていう気持ちになります。ありがとうございます。グレイテスト・ショーマンもそうですけど、一番最初の曲でー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 とか、こう派手な曲から始まるものは入りやすいのかなと思ったりします。ご投稿ありがとうございます。いよいよ最後です。最後はハイチュウさんとポンヌさんからハイスクールミュージカルです。このご投稿いただいて 1,2,3 全部見直してまいりました。ハイスクールミュージカル 1,2,3 どれも好きです。家に DVD があったので最初は曲だけハマっていて、全曲歌える口ずさめるようになったものの、物語が全然分かっていなくて、ちゃんと理解したら最高の青春映画でした。全然どの主人公の悩みにも共感できないぐらいみんなかっこよくて素敵なんですけど、やっぱ歌とダンスのシーンは何回見ても元気が出ます。全部一緒に歌いたい、卒業おめでとうといただきました。そして小学生の時に初めて見て、キラッキラの高校生たちに憧れを抱いておりました。恋、友情、夢、葛藤、青春の全てが詰まった作品で、見るとめちゃくちゃハッピーな気持ちになります。どの曲もつい口ずさみたくなってしまうし、踊りたくなってしまいます。何度も見るとトロイとガブリエラのデュエットで泣けます。ラストシーン混ざりたいといただいております。どんな人に見てほしいか、ミュージカル好きなのにまさかまだ見たことないという方には必見なのと、明るい未来が待ってるよという気持ちで中学生とかに見てほしいですといただきました。そしてちょっと若いパワーが欲しいかもって思った人に見てほしいです。高校生たちがミュージカルを上演するためにいろいろ巻き起こる作品なので、ミュージカル好きさんはぜひといただいております。ありがとうございます。私は 1,2,3 の中で特に3が好きです。トロイとガブリエラが歌う Can I Have This Dance という曲がすごく好きなんですけど、もう 1,2,3 通して私はとにかくシャーペイが好き。自分の気持ちにまっすぐで、愛にもミュージカルに対しても嘘をつかずに突き進んでいく、ちょっと嫌なやつに見えるかもしれないけれど憎めないシャーペイ過激派でして、あの中高女子校だったんですけど、ロッカーにピンクの模造紙ペンって貼ってシャーペイ風ロッカーを作ってるぐらいシャーペイが大好きでした。そんなシャーペイが3でですね、自分にこうヘコヘコねゴマを吸ってくる女の子、お付きのものとしてずっと一緒にいてたのに、最後の最後でその子に主役の座を奪われる、したたかな女だったんですけど主役の座を奪われてしまった後、シャーペイがいや私はシャーペイよっていうことで最後の最後でまた主役の座を奪い返してサプライズっていうシャーペイに、私はちょっとね泣きそうになるぐらい頑張った、自分に嘘をつかなかった、お前は強いっていう気持ちでシャーペイをずっと応援してましたので、私は 1,2,3 通してシャーペイの成長だとか曲げない信念っていうところにねすごくね共感して、自分もシャーペイみたいになりたいなって思ったりもしてました。はい、ありがとうございます。以上で全25作品の紹介が終了となりましたが、いかがだったでしょうか。何かね見たいなっていう作品があったりとか、前回の私のおすすめと比較して、あこの作品まだ出てないけど私好きみたいなものがありましたら、ぜひコメント欄に教えていただけると、私もあそれ見ようって思うか、まあ、それが抜けてた抜けてたということで、あのまたお返事できたらいいなというふうに思います。一つでも好きなミュージカル映画作品増えたらいいなと思って、こちらの動画を撮らせていただきました。今回の動画は終了となりますが、いかがだったでしょうか。次回の動画がまた投稿されるまで、皆さんで強く楽しく美しくたくましく生き抜いていきましょう。毎日をハッピーエンドにしていきましょう。それでは次回の動画まで、バイバイ。